インターテックは、イギリスロンドンに本拠を置き、試験、検査及び認証を行う企業。認証企業として、世界大手の一つ。世界各地域に1000以上の事務所と研究所を持ち、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた企画の認証などを行っている。ロンドン証券取引所上場企業。1885年、開示検定企業として、 ケーレブブレットにより設立された。1984年から1987年にかけて1970年代以降認証企業を続々と買収していたイギリスのインチョケイップ PLC によって買収され、同社の一部門であるインチョケイップテスティングサービスとなっていたが、1996年、ロンドンの投資会社のチャーターハウスキャピタルパートナーズによるバイアウトを受け、 以前のインターテックを冠した企業名に回帰した。チャーターハウスキャピタルパートナーズは後に株式を放出し、2002年5月、インターテックグループとして、ロンドン証券取引所に上場、BP、ユニリーバ、フォルクスワーゲンなどを顧客に引き入れ、2009年にフッチ100種総合株価指数の構成銘柄となった。2011年、イギリスの同業ムーディー、 インターナショナルグループを買収した。インターテックの日本事業は、電気、電子部門、GTS 部門、ライフサイエンス部門、カーゴ部門、システム認証部門、工業検査部門からなる。電気、電子部門は、トーマス・エジソンが、アメリカで設立した、電気安全試験所に由来する、エレクトリカルテスティング・ラボラトリーズとスウェーデンの電気、電子製品認証企業のセムコの名称を監視。 2001年1月に設立された ETL セムコジャパンの後ろ身である。ETL とセムコの両社は、本国ではインターテックのインチョケイップ p l c 時代に買収されたが、ETL セムコジャパンは2007年にインターテックジャパン株式会社へと社名変更を行い現在に至っている。電気、電子部門を行うインターテックジャパン株式会社は、東京に 事業所を持つ。システム認証部門は、ムーディインターナショナルの日本法人であった、ムーディインターナショナルサーティフィケーション株式会社の後ろ身であり、インターテックによるムーディインターナショナルの買収後、インターテックサーティフィケーション株式会社へ社名変更が行われた。同社は、東京と大阪に事業所を持つ。また、GTS 部門とカーゴ部門は、 インターテックテスティングサービスジャパン株式会社の法人名、ライフサイエンス部門はインターテックヘルスサイエンシズの法人名、工業検査部門はインターテックインダストリー、サービスジャパン株式会社の法人名となっており、インターテックサーティフィケーション株式会社と同じ場所に事業所を持っている。ありがとうございます。